大前職は、日本の律令制において、苦内省に属する監視。朝廷において進化に対する共前を供する機関で、ある。大法律令以前は、前職という監視であったが、大法律令制定時に、天皇の食事を司る、内前師と共前の食事を司る、大前職に分割された。ただし、主職については、大医療が司さどっており、大前職は、 服食、調味料などの調達、製造、調理、供給の部分を担当した。養老令によれば、ひしを、ひしを、未ひしをなどの調味料、好み、雑餅などを供給し、管価の組織として好み、持る類を扱う、好み持ち書と、必死を、未し死を扱う、ひしを院が設置された。官食秘書や、食現象、百両軍養賞などによると、 後世には長官である大部は、官位相当よりも高い4位から、逆に時間である助は、官位相当よりも低い6位から選ばれる例が多くなったことが記されている。また、大同3年7月26日の格によって、昇進、昇族の定員が1名増加されている。他に、迂回、後人、阿引き、三菱夫等などの札くべがあった。演技式新明帳によれば、 延長5年頃の大前職には、未決の神社、ほのいかづちの神社、勾配神社の三社が祀られていた。高橋氏文一文によれば、和佐国の安防大臣に、否定が、その未決の神であるという。ありがとうございます。